10月25日放送の世界比べてみたら TBS 系では、女優の上白石萌音さんが出演。スペインを訪れた上白石さんは熟したトマトをぶつけ合うトマト祭りに参加。事前取材で、スペインでどんなことをやりたいですかと尋ねられた上白石さんは、スペインって開放的な国というイメージがあるので、波に飲まれて私も自分を解放できたらいいなと応じ笑顔を浮かべます。また、上白石さんはめちゃくちゃ影というわけではないんですけど、例えば人がいっぱいいる場所とかは嫌いだし、飲み会も苦手だし、休みの日も全然外に行かないし、日常の感情の振り幅がどんどん狭くなっていくんですよ。日の部分がもう少し蘇ってきたら、人付き合いとかもう少し楽になったりするのかなと、と胸の内を明かします。一方で、上白石さんはどういう場所に行きたいですかって言われたので、私はフィンランドとかバルト三国とか、のどかなゆったりした場所に行っていろんなことを学んだりしたいですねって言ったのに、帰ってきた答え、トマト祭りとツッコミ、希望とは全く違う場所になったようでした。また、フランチンと喧嘩することがあるか聞かれた上白石さんは、喧嘩全然ないです。姉妹喧嘩も一回もしたことがなくて、妹、上白石萌歌さん、あ0歳、私が2歳とかの時に、いやーみたいの以来ないと思います。23年間喧嘩してないです、と語り、穏やかな姉妹関係を垣間見せました。トマト祭りが始まり、高速で飛んできたトマトが体にぶつかると、上白石さんは舌打ちをして、おい、こちとら昨日スペインに着いたんじゃ、スケジュールやばすぎるだろいと、仕返しにトマトを投げ返します。さらに、ヒートアップした上白石さんは、私はフィランドが良いって言った。なんで痛い思いをしなきゃいけないの、と、番組への怒りを爆発。また、トマトが頭を直撃すると、上白石さんは、芸能人だからって何でも言って良いと思うなよ。あ、ちゃんと傷ついてんぞ、と匿名ふざけんな。と、一心不乱にトマトを投げ続け、日頃溜まった鬱憤を発散させます。祭り終了後、上白石さんは、喧嘩して強くなった気がします。普通に喧嘩だったわ。顔面何発も殴られました。私、もう怖いものがないし、ストレスもいっぱい溜めていっぱい発散しました。かなり解放した、とすっきりした表情を浮かべたのでした。今回の放送にはネット上で、モネちゃんの禁言、芸能人だからって何でも言っていいと思うなよ、匿名ふざけんな、なんか笑いながらもちょっと涙出た、吐き出せてよかったね、心から解放しているモネちゃんの叫び、本はそれが、匿名ふざけんな、お傷ついてるぞモネちゃん吐き出して、などのコメントが上がっています。日頃溜まっていた鬱憤を発散させる上白石さんが最高でしたね。また、生まれてから喧嘩はほぼしたことがないという上白石さんのエピソードも素敵でした。